カレンちゃんこと高松カレンです。カレンちゃんって呼んでください。せーの。カレンちゃん。ありがとうございます。はい、キビオリ担当のクーちゃんこと福井クレハです。クーちゃんって呼んでください。せーの。お越しくださいまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちはなんとファン君の展望ホールの方の広報大使として、はい、私たち活動させていただいております。はい、アニちゃんがそうです、8月にそれであのオーディションを受けて、はい、今のこの活動をしてるんですけど、あそこの場所があのすごく飛行機も間近で見れるし、ね、中にカフェだったりとか、はい、あの公園っていうんですか、子供さんが遊べるような場所もあるので、はい、ここからバスも出てるんで、ぜひよかったら皆さん遊びに行ってください。お願いします。そして私たちそこの各展望ホールのテーマソングも歌うことが決定したので、はい、またね今日は披露できないんですけど、またね披露する時があればぜひみんな聞きに来てくれたら嬉しいです。テーマソングではないんですけども、私たち先週のご当地アイドルということで、はい、カンにちなんだ曲が1曲あります、はい、その曲を今から歌いたいと思います。はい、ここから見る夕日がモチーフとなった曲なので、皆さん今もちょっともう真っ暗なんですけど、ね、まあ、ちょっと夕日を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです。それでは聴いてください。サンセットジェット、
実際にいた伝説の女性の歌となっています。その女性の名前が地獄だよという名前で、その曲をタイトルに使わせていただきました。衣装に地獄ゆずが書いてあったりだとか、曲中にも私たち並みの強さを表現した、パフォーマンスがあるので、ぜひそれに注目して、次の曲見てもらえたら嬉しいです。そして今歌ったパピプペパラダイスと今から歌う地獄だよは、動画撮影は OK なんですけども、Twitter や、YouTube など SNS に動画をアップするのは、禁止となってますので、ぜひその点だけご協力よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今歌った曲がこの後すぐ、私のテープの方で特典化をさせていただきます。チェキなど取れますので、ぜひ声をかけてくれたら嬉しいです。そして、11月27日に私なんと仲間ズのクラブマシブさんで3周年のワンマンライブが決定しました。イエーイ、ありがとうございます。今日もチケット販売します。そして明日はジャンドマリアさんだったり桜町ゆほさんと一緒にエンジェルステージ、ルイドさんにも出させて